このルビーさんって言うんですけど、このルビーさんはそこにも書いてあるんですけど、まあね、みんなと違うから違う種類の動物かなって思われるかもしれないんですけど、実際ね、この子のお母さんとお父さんは、まあ、このみんなとね同じ色でした。灰色っていうか茶色っぽい色でだったんですけど、まあ、ちょっと突然変異的にこの皮膚の色にね、こう色をつけるっていう遺伝子をなく生まれてきたので、ルビーさんね真っ白で生まれてきました。こっち反対で、反対でこう目の網膜の色もつけられてないので、実は血管が透けてちょっと赤く見えるので、赤い宝石からね名前もらってルビー君。あれ違う。で日曜日、明日になると、明日は工事のお休みの日なので、明日はねあっちにいる子たちもみんな出てきて、だいたい全部で30頭ぐらいいるんですけど、まあ、全部出てくるとなかなか見分けがつきにくいと思うんですけど、もしねよければこのルビー君ですね、ルビー君とその隣にいるのはウッシー君って言います。ウッシー君4歳ぐらいの男の子ですね。割と人慣れしていて、たまにね気が向くとお客さんのところに近づいていって、結構ベビーカーとか大好きなんで、ベビーカーの後を追っかけたりしてて、結構大きいのでね、ちょっと怖いかもしれないですけど、噛んだりとかはねしないので、皆さん温かく見守っていただけるとありがたいです。でここにいるチビちゃんね、ミロ君っていうんですけど、ちょっとね鼻のところになんか変な模様がついていて、割と覚えやすいと思います。であっちの子はジャイコさんですね。左耳に穴が開いてて、ジャイコさん割とね一人でいることが結構好きな子ですね。で結構今はこう前の方に出てきてくれてるんですけど、結構日が落ちてくるとあそこら辺でうろうろ入れてくれって言ってるので、たまにお家に帰しちゃった